こんにちは、榎本美沙です。お米が美味しい時期がやってきました。新米の季節でございます。わー、嬉しいですね。私もすごく好評でありがたいご飯泥棒シリーズっていうのでいろんな動画を上げてるんですけれども、それぐらいお米もすごく好きなんですが、今の時期の新米はとっても美味しいですよね。この時期だけの楽しみなので、私も楽しみにしています。今回はですね、お米を鍋で美味しく炊く炊き方をご紹介したいと思います。普通のお米でもいいですし、新米でも大丈夫なので、ぜひお米が美味しい時期に楽しんでいただけたら嬉しいです。ではちょっと言うまでもなくですが、材料お米になります。ではまずですね、お米研いでいきます。お米の研ぎ方は、ボウルにお米を入れて、できれば特に最初は浄水がいいですね。よくお米が水を吸ってしまうので美味しいお水で研ぎます。そして最初の1回はですね、もうさっと洗ったらすぐに水を捨てます。この水に、匂いなどが出るんですけれども、それをすぐですねお米が吸ってしまうので、最初のお水はすぐに捨てるっていうのを覚えておいてください。そして何度か洗っていきます。お米研ぐっていうんですけれども、今は精米技術が発達しているので、あんまりガシガシするとお米が割れてしまうので、こんな感じでですね、洗ってあげるイメージで研いでいきます。だいたいですね 2,3 回研げば OK です。2,3 回研いだら浸水させます。お水を入れてですね、この状態で30分ほど浸水させます。特に新米はですね、浸水させすぎない方がいいので、30分測って浸水させていきます。はい、では30分浸水しました。そしたらザルに上げていきます。そしたらですね、いよいよ炊いていきます。お鍋に水を切ったお米、そしてお水を入れます。新米でも普通のお米でもお水の量は同じです。そして蓋を閉めて火にかけます。まず中火にかけます。これでですね、こう音を聞きながら沸騰するまで待ちます。はい、音が鳴ってるの分かりますか？グツグツグツと言い始めました。蓋はなるべく開けずにですね、こう音で確認して中が沸騰してきたら弱火にします。それでこのまま10分加熱していきます。はい、では時間になりました。そしたら蓋は開けずに火を止めてこのまま10分蒸らしていきます。はい、では時間になりました。開けてみたいと思います。ドキドキ。わー、美味しそう。ツヤツヤキラキラしております。なんて美味しそうなんでしょう。では混ぜていきます。混ぜていくときはですね、お米ほぐすように混ぜます。お米の粒が潰れないようにですね、こう優しくほぐしてあげる感じで混ぜ合わせます。美味しそうです。ほぐすように混ぜられたらこちらで OK です。せっかくなので熱々食べたいと思います。はい、こちらで完成です。では鍋炊きご飯、炊きたて美味しそう、いただいてみたいと思います。
ただきます。まずはそのまま、はあ、ご飯が立ってるツヤツヤ、本当に美味しそう。いただきます。うん、最高の炊き具合でございます。ちょっと今日せっかくなので、お塩ね、ちょっとおいしいお塩あればちょっとだけ振って、塩ご飯いただきたいと思いますよ。うん、塩ご飯最高です。ご飯の甘みをですねギュッと引き出してくれてて、すごく美味しいです。やっぱりね、この時期お米が美味しいですから。そしてじゃーん、なめ茸になります。ご飯泥棒シリーズで見てくださった方ありがとうございます。自家製なめ茸、とっても簡単なんですけれども、ご飯とすごくよく合いますので、ぜひですね鍋炊きご飯やった方試してみていただけたら嬉しいです。ではちょっと食べてみます。これとよいしょ、ちょっといろいろ試したい。ご飯 with なめ茸、おいしい。いやー、たまらないですね。もう今は新米の時期ということで、お米おいしいので、新米の時期もそうですし、普通の時でもいいんですけれども、ぜひですね鍋炊きご飯の炊き方試してみていただいて、意外とシンプルかなと思いますし、炊飯器で炊くのと多分ちょっと短いぐらいかもしれないですね、炊き上がるの。なのでぜひ試してみていただけたら嬉しいです。そしてこの塩ご飯となめ茸も試してみていただけたらいいかなと思います。今回新米の時期ということで、美味しい鍋炊きご飯の炊き方ご紹介しましたけれども、これからもですね季節に合った料理だったり、発酵食品を使った料理、いろいろご紹介していきます。ご飯泥棒シリーズもいろんなものをご紹介していて、なめ茸もこの辺かな、ちょっと見やすいような場所に置いておきますので、試してみていただけたら嬉しいです。これからも季節に合った料理だったり、発酵食品を使った料理、いろいろご紹介していきます。ご興味がある方はチャンネル登録、いいねボタンしていただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。